クリス・バン・オールズバーグはアメリカの児童文学作家でありイラストレーター。彫りのある印象的な人物やオプジェを描き、一種独特の世界を作り上げている。ジュマンジ・急行、北極号でコールデコット賞を受賞した。日本では絵本作品の多くを村上春樹が翻訳していることでも知られている。 1949年6月18日、ミシガン州イーストグランドラピッズに、母ドリスと父、リチャードの第二子として生まれる。オールズバーグが誕生した頃、一家は、オールズバーグの曽祖,祖父ペーターが営んでいた、落農場の隣の古いファームハウスに住んでいたが、オールズバーグ3歳の時、都市開発の影響を受けて、グランドラピッズの境にある新しい家に転居した。 新しい家のあたりは、豊かな自然が残されていて、オールズバーグは魚やカワズを捕まえたりして遊んだ。また、オールズバーグの通うブレトンダウンズスクールに非常に、近く、6年生になり、一家が再び、イーストグランドラピッズに転居するまで、彼は、毎日歩いて学校へ行っていた。イーストグランドラピッズで次に住んだ家は、レンガ作りのチューダー様式の古い家で、 その家のある通りは、絵本、休校、北極号の表紙に描かれている通りに似ていた。オールズバーグは中学校と高校時代をイーストグランドラピッズで過ごしたが、その頃の関心は、数学と科学にあり、美術に関しての授業は受けていなかった。オールズバーグの通った高校には、高い学力と、毎年多くの志望者がいたためミシガン大学から、 入試担当者が訪れ、面接を行って、高得点の者のに入学を許可する制度があった。1967年に、オールズバーグが、その面接に臨んだ時、大学で希望する学部を決めていなかったが、美術を含む建築とデザインを学ぶ学部があると知り、高校では何も、美術の授業を取っていなかったものの、絵を描くことが好きだったことから、大学の入試担当者に、 美術学部に興味があると告げた。その年は自分の作品集がなくてもテストの点数と高校の成績が高ければ大学に入学できる最後の年で高校で美術の授業を専攻していないことを大学の入試担当者に指摘されたオールズバーグは彼を納得させるような対応をして切り抜け入学の資格を得たという。大学では彫刻を専攻し ブロンズ鋳造、木彫、樹脂成形等の技術を学んだ。彼は1972年にミシガン大学を卒業した後、ロードアイランドスクールオブデザインで彫刻の勉強を続けた。1975年、RISD で学位を取得すると、プロビデンスに彫刻スタジオを設立する。同年4年前にミシガン大学で出会い、プロビデンスでは、 美術教師となる勉強をしていたリサ・モリソンと結婚した。1977年初の彫刻展をニューヨークのアラン・ストーンのギャラリーで開催。オールズバーグは彫刻に主な関心を持ちつつ,つ家では気軽に絵を描き始めていたが周囲はそのことを放っておかなかった。アラン・ストーンはホイットニー美術館の学芸員にオールズバーグの絵を見せ妻のリサや 友人のイラストレーター、デビッド・マコーレイは、絵本のための絵を描くべきだと勧めた。マコーレイはリサに、自分の担当編集者に紹介して、オールズバーグの絵を見せるように勧めたが、紹介を受けて、絵を見た編集者は、オールズバーグに挿絵を描くだけではなく物語も、含めた、絵本制作をした方が良いと提案した。オールズバーグは彫刻制作と、並行して、 絵本制作を行い、1979年に魔術師、アブドゥル・ガサチの庭園を出版した。1980年、同作品は、コールデコット賞の時点である、コールデコットオーナーを受賞している。1982年、ジュマンジで、コールデコット賞を受賞。1986年、急行、北極号で2度目のコールデコット賞を受賞。 1991年、長女のソフィアが誕生。1992年、ジュマンジが映画化される。1995年、次女のアンナが誕生。2004年、休校、北極号がトム・ハンクス主演で映画化される。現在は、ボストンのノースショアであるビバリーに居住し、これまでに19冊の自作絵本と挿絵を描いた。 マーク・ヘルプリンの本当が出版されている。2005年に魔術師、アブドゥル・ガサチの庭園として、アスナロ・書房から、改めて出版された。2019年に、村上春樹役で、アスナロ・書房から、改めて出版された。2004年に、二匹のいけないありとして、アスナロ・書房から、改めて出版された。ありがとうございます。